まず、リノイドスターターパックに入っている。ワーズパッドフォーリノイドというツールをリノイズにインストールしておいてください。ファイルをリノイズの画面上にドラッグ&ドロップするだけです。それと、ケロビーなどのピッチシフト VST もインストールしておいてください。リノイズでの VST プラグインフォルダの設定は、プリファレンスパネルを開き、プラグインミスクタブの一番上の欄で行います。お使いの VST フォルダを指定しておいてください。リノイドをわかりやすく使うために、最初にグループトラックを作っておきます。左オルトキーを押しながら、トラック名部分をマウスでつまみ上げ、隣のトラック上にドラッグ&ドロップします。左側のトラックは歌詞用、右側のトラックはメロディー用に使います。メロディートラックは少し特殊な使い方をするので背景カラーを設定しておくといいでしょう。次に仮の VSTI を使ってメロディーデータを入力します。インストゥルメントセッティングス画面のプラグイン欄でお好きな VSTI をロードしてください。メロディー音を確認したいだけなので何でも構いません。では、エディットモードをオンにしてメロディーを入力していきましょう。新しいパターンを挿入したい場合は、シーケンサー画面のプラスボタンをクリックします。ベタですが、阪神の金本選手の応援歌です。次に歌詞データを入力します。空のスロットを選択して、お好きなリノイドボイスファイルをロードします。ここでは、男臭いジュテロを使います。そして、歌詞トラック上で右クリックメニューを開き、一番最初にインストールしておいた、ワーズパッドフォーリノイドというツールを起動します。ここにエディットステップという設定がありますが、これはワーズパッドの矢印キーと連動しています。ここでは2に設定しておきましょう。これで2ラインずつ移動できます。では、エディットモードをオンにして、
歌詞を入力していきます。ちなみに歌詞は MIDI キーボードを直接叩いて入力することもできます。割り当てが広いので大変ですが。まだ棒読み状態ですが、歌詞自体は入力できました。では、歌詞トラックにピッチシフター VST を挿入します。トラック DSP 画面を開き、ここの小窓から G200KG さんのケロビーをロードします。そして、先ほどメロディーの入力に使った仮の VSTI を選択し、インストゥルメントセッティングス画面を開いて、VST-FX エイリアスに交換します。リストの一番上にある VST-FX エイリアス欄を開くと、ケロビー、トラック00、デバイス01がありますので、これを選びます。これで、先ほど入力したメロディーデータが、ケロビーに送信されるようになりました。ステップ3からステップ4の変化は重要なので、図に表してみました。ステップ3では、歌詞とメロディーが別々の流れで出力されていましたが、ステップ4では、2つのトラックが力を合わせて、1つのオーディオを作り出しているのがわかると思います。これが、リノイドの肝になっている部分なので、しっかり理解しておいてください。ここに、スピードというつまみがあります。これは、ピッチを変化させる素早さを設定するもので、ゼロにすると、かなり変化が緩やかになります。だいたい50くらいにしておくと、自然な変化になるでしょう。ここの、フォルマントシフトというつまみは、性質を変化させます。また、メロディートラックのオクターブを変更したい場合、ここの AE アドバンスドエディットというパネルを開き、範囲指定でトラックインソングを選択し、このトランスポーズという欄で音の高さを変えることができます。
鍛えたその体あふれる気迫さあここまでぶち込めライトスタンドへ鍛えたその体あふれる次にコーラスパートを追加したい場合の説明です。まず、グループトラックを作成します。左オルトキーを押しながら、トラック名部分をつまんで、隣に、ドラッグ&ドロップ。左が歌詞トラックで、右がメロディートラックです。メロディートラックは分かりやすいように背景色を設定します。歌詞に関しては以前入力したデータと全く同じでいいので、パターンマトリックス画面を使ってデータをすべてコピーします。左コントロールキーを押しながらマウスで歌詞データブロックをすべて選択し、再度、左コントロールキーを押しながら、ドラッグ&ドロップでコピーします。メロディーに関しては、新たに入力する必要があります。空のスロットを選択し、仮の VSTI をロード。エディットモードをオンにして、データを入力していきます。とりあえずコーラスメロディーは入力できたので、歌詞トラックにケロビーを挿入し、仮の VSTI を VSTFX エイリアスに交換します。今度は VSTFX エイリアス欄には2つのケロビーが並んでいますが、下の方を選択します。鍛えたその体あふれる気迫さあここまでぶち込めライトスタンドへ鍛えたその体あふれる気迫さあここまでぶち込めライトスタンドへ鍛えたその体あふれる気迫さあここまでぶち ではコーラスパートだけを別のボイスファイルにしてみましょう。ここの01という番号がスロット番号01のジュテロを意味しています。新たに04スロットを選択し、ハナという女性ボイスをロードします。このコーラスパートの01という番号をすべて04に変更すれば、コーラスがハナになります。範囲指定でトラックインソングを選択し、このインストゥルメント欄を使います。上の番号を01、下の番号を
04に設定し、スワップ、入れ替えというボタンを押します。これで、コーラスが花に入れ替わりました。聞かれたその体、溢れる気迫。さあ、ここまでぶち込めライトスタンドへ。聞かれたその体、花のオクターブも変更してみましょうか。溢れる気迫。おっと失礼。カーソルをメロディートラックに移動し忘れていました。ここまでぶち込めライトスタンドへ。これで大丈夫。聞かれたその体、溢れる気迫。さあ、ここまでぶち込めライトスタンドへ。聞かれたその体、溢れる気迫。さあ、ここまでぶち込めライトスタンドへ。